この動画は岩地がキング&プリンス脱退、ジャニーズ退所を発表する前に撮影したものです。公開するか迷いましたが、岩地だけやらないというのはキング&プリンスで活動したこと自体を否定してしまう気がしたため、また動画にしてほしいという声をいただきましたので公開させていただきます。岩地担当あるあるガリガリ、どうもザリガルでーす。はい、ということでやってまいりました、キンプリの各メンバー担当のあるあるでございます。すでにね、ティアラあるある、翔くん担当、レン君、カイちゃん、ジン君、岸君担当あるあるをやってきましたので、今回がキング&プリンス最後、岩地の担当あるあるをやっていこうと思います。岩地といえばとにかくキャワウェイのよ。岩地はね、可愛いの代名詞なのよ。とは言っても俺実はキンプリファンになってからまだ半年くらいなんで、現役の岩地を知らないんですよ。昔の動画を見たりとか、キンプリのメンバーの岩地に対しての思いとか、ティアラの方々の岩地への思いとかを触り程度知ってるくらいなので、今日は調べながらそれをご紹介していこうと思います。でね、毎回毎回この担当あるあるやるときに、翔くんだったら赤、カイちゃんだったら黄色っていう感じで服着てるんですけど、うちピンクないんすよ。ピンクないけど、いや、もしかしたらあるだろうと思ってめちゃめちゃ探したんよ。ほんと。10分ぐらい、わーってもうね、クローゼットかき分けてかき分けて、あるわけないのにかき分けたのよ。なぜかなかったんすよ。ちょっと理由わかんないんだけどね。ないもの探したらないっていうね、わけわかんない状況です。まあでもね、何かしら濃いピンクをまといたいと思ったので、こちら、せーの、ポン。なんだこれは、包装紙っていうのかな、包装紙がピンクだったので今日はピンクのエプロン、これなんだ、よだれかけっていこうと思います。じゃあそれでは早速、岩地担当あるあるやっていこう。復帰を毎日待ち続ける岩地、待ってるよ。岩地のね、復帰を待っています。でもね、頑張ってとか早く戻ってきてって言っちゃうとプレッシャーをかけてしまうので、岩地のペースで待っております。キンプリが5人だと思われると特にイライラする。キンプリが5人だと違うね。キング3人、プリンス3人、キング&プリンスって6人なんや。まあね、とは言ってもテレビに出るキング&プリンスとか音楽番組に出ると、まあ5人が今の感じなんですけど、違うやと岩地がいるのでね、ぜひキンプリ知らない皆さん、メモリアルとかシンデレラガール見てください。アイドルがおるの、ピンク系統にしたくなる、これ難しいよ。なんか全身真っピンクにするとぶりっ子って思われちゃうから嫌だけど、でもね、面から湧きたいよな。みんなよだれかけつけよう。ミルクティーイコール岩地、これさ、たくさんたくさん調べたんだけど出てこなくて、岩地ってミルクティーが好きなの？唯一出てきたのが、ジン君は毎日コーヒーを飲んでるんだけど砂糖とコーヒーを入れてます。いや、砂糖とコーヒーじゃない、砂糖とミルクを入れてます。確かコーヒーよりミルクティー派ですみたいなジン君の話があったんだけど、岩地もミルクティー好きなん？ジグイはラブラブかよ。ピンク見たら岩地に会いたくなる。スーパーの桃見てな、岩地ってなるんよな。女子より女子で女子やめたい。あー、岩地はな、顔よし、美しい、可愛い、お姫様、もう何、岩地あんな可愛くて、月とすっぽん、岩地とうんこ、宮司ふっかさんになりたい。あの岩地とのラブラブを見ると素敵よな。でもね、なんだっけな、いつかのドキュメンタル番組だっけ、岩地とジン君がこう言い合いになってるところがね、俺すごい好きなんよ。岩地のキンプリへの熱が伝わってきて、だからキンプリは人気なんだなって思ったんよな。かわいい。プリンスプリンセスの時、岩地の真似しがち。俺あそこのボロボロのところが好きなんよ。岩地の気持ちが伝わってくる感じがするんよな。みんなはどこのポーズ好きですか？元気くんが可愛すぎて女子力不安になってくる。よし、女子力上げるために化粧頑張るぞ、料理頑張るぞって、もういくらね、たくさんプラスしても元々の岩地に勝てんのよ。可愛いは作れない。岩という字に反応しちゃう。社会の授業で岩手県とか出たらね、岩地ってなるし、理科の授業でなんとかガンとか出ると岩地ってなるよな。なんか歌っている姿とテレビに出ている時のギャップが激しすぎて心臓一つじゃ足らないくらいかっこいい。これやっぱさ、岩地に限らずさ、キンプリって全員ギャップだらけじゃない？普段の可愛さと歌ってる時踊ってる時のかっこよさ、あのギャップに耐えれる人はいないで。可愛い仕草とかは真似しがち。あ、岩地がな、カメラ目線で可愛いことするとな、やってみたいんだけどな。スマホに向かってやるとふと画面暗くなった時に見える自分のブスにがっかりする。すごいやだじい。
鼻水出とるやん。すごい優しい。あ、そのためのよだれかけ？毎回可愛いって思う。多分な、鼻ほじってても可愛いしな、自分の足の匂い嗅いでても可愛いよな。シンデレラガールとメモリアルをひたすら聞く。これはね、何回 MV 見たことか。シンデレラガールの時の斜めのイワチ、わかる？このイワチすごい好き。イワチを信じて待ってくれるところ、これはね、イワチ担当だけじゃなくてもうキンプリファン、ティアラは全員待っております。ティアラっていう名前を作ってくれたイワチ、ティアラっていうファン名はイワチなしでは語れないよ。薄いピンクではなく濃いピンクを選びがち、でも逆に濃すぎて目立ちがち。これむずいんよな真っピンクのものってなかなか売ってないじゃん。だからね、ギリ目立たない程度のピンクはマイメロ。誕生日が一緒だからただただ幸せ。おー、最高かよ。推しと誕生日近いとか嬉しすぎん。俺12月9日だから誰とも近くね。いい肉の日。あ、いい肉。12月9日を1月29にして、1を9にして9月29。岸くん女子力高い、野球詳しい。これ前この動画で出したんだけど、イワチって野球うまいってすげえギャップじゃない？なんかさ、体育の授業とかで走れず、長距離走とかで一番後ろ走ってそうなのにさ、あの可愛さで野球うまいギャップは勝たん。もう勝たんしか勝たん。元気という文字に反応しがち。国語の授業とかでな、たかしくんは今日も元気です、元気。しかしたかしは元気ではない。かわいいねえ、かわいいねえ、れんこ。かっこよく踊っててもかわいいねえ。野球しててもかわいいねえ。もうかわいすぎてな、イワチを見てる時の目がもう鶴瓶さんみたいなんよ。濃いピンクが好きになりました。ちょっと待って。これ変換ミスだとは思うんだけど、すごい良くない？濃いピンク。イワチに恋してるみたいでええな。これから使おう。はははは。女の子ですが、可愛い子がいたら元気だって反応してしまう。何じゃ、街中歩いてる可愛い子全員イワチ？透明感の塊、イワチ担当は目に見えません。たまに声が裏返っちゃうところ、あそこはもうキュンよ。裏返った時にな、ちょっとカッコつけてからの照れってしちゃう感じがもうね、あーキュンよ。ちょっと待って、首が苦しくなってきた。元気くんイコールジンくん、ジンくんイコール元気バカかい。たまにジンに嫉妬する、これさ。まあティアラだからみんなジンって読むけどさ、これ仮にティアラじゃない人から読むと、たまに神に嫉妬するなるで。あれかな、イワチという人物を作った神にすら嫉妬。どういうことや。自分より可愛くて悲しくなることがたびたびある。よし、今日も彼氏とデートだからメイクするぞーって言ってね、こうメイクし終わってちょっとこうふーって休憩してる時にイワチを見るとね、クレンジングクレンジング。最後、ピンクの演出に反応してしまうことです。これな、俺先月初めてライブ映像見たんよ、あのランドのやつな。いや感動するね。会場一体がピンクになった瞬間にもう、はあ、もうこれだからキンプリはやめられねえってなるんよな。最後、はい、ということで今日はイワチ担当あるあるをやっていきました。イワチは可愛すぎるし、イワチを待ってるキンプリティアラも素敵やしな、もう最高でしかないな。はい、ということで今日のザリガナでした。冒頭でも申し上げましたが、ティアラ担当から他のメンバーの担当あるあるもすでにやっておりますので、よかったら概要欄チェックして見てみてください。このチャンネルでこんな感じで、このチャンネルではジャニーズに関することやキンプリに関することをたくさん動画にしておりますので、よかったらフォローよろしくお願い、フォローじゃない登録よろしくお願いいたします。そしてこのチャンネル以外にも Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録が励みになりますので、よかったらよろしくお願いいたします。ということで今日のザリガルでした。またね、バイバーイ。バチ